誰も知らない知ったことじゃない、パクンクボが誰なのか何も知らない、誰も知らない、地方のホテルで会ったこと、パクンクボがどんなことだったし、今日もどこかで爆音で、今日もどこかで爆音でってね、これが爆音してた、これであのエンディングテーマソングでね、あの盛り上がっていきましょうね。今日一日長かったし、本当にあの朝から野球あの千葉まで鎌ヶ谷まで行きましてね、で野球昼間もう会場が12時前だったから、それも合わせて行ってもう鎌ヶ谷まで、あの電車の乗り継いで行ってね、行ってそれで野球見て、もう途中7回だからもう3時ぐらいまで言いまして、でそれでタクシー呼んで鎌ヶ谷駅まで行って、鎌ヶ谷駅からまあ新木場までまだ遠くて、まあ、あの武蔵野線、西船橋か武蔵野線がまだ本数がちょうど出た直後だったから本数がなくてね、うんと、なかなか待ってて、まあ駅で待った時も暑くてね、まあそれで今日で新木場駅着いて、新木場の駅でまたラーメン、あのラーメン食って、あのあれで大盛り食って、一人で食って、あそこで今1時間ぐらいちょっと時間潰して、で新木場行ったらもうお客さんいたから、そこで話し相手ができていたからよかったなって、今日のビギニングがトレスかガールズ最高ですよ。で今日良かったのが堀田選手が、ね、メインイベント私の前に座ってね、堀田選手が私の堀田選手の頭のところで、あ、サオリーとかタイーとか騒いでたんですよ。堀田選手も昔からしファンでしたからね、あの全日本女子のね、本当に堀田選手がね、いきなり私とかここのここ空いてるって言われて、あ空いてますよって言ったら、私を横の椅子取って、私の前にあの本部席座ってね、で私本当真ん前ですよ。で堀田選手の真後ろで私騒いでたんですよ、サオリーとかタイーとかね、あのレイターンとかね、あのミクとかね、私はもう特徴は全員コールスってタイプですから、あのどっちとか、だから要はね、突っ込まれるんで、お前どっち応援してるんだってね、いろんな団体突っ込まれるんですけど、ね、私はそうなんですよ、両方コールスタイプなんですよ。でピンチになった方コールスってことで基本的にね、